うん、本当にその人の才能を生かすって感じ。あ、なるほど。面白い。一発目のテイクを撮るっていうのが結構多かった、何回もやらせない。本当に一発勝負のなんかその緊張感みたいなものもあった、そこに素晴らしいものがあるんだみたいなことに。なんか小室さんらしい感じがしますね。ね、さあ続いてまいります。続いてこちらです、はい、嵐の相葉さんと広瀬涼子さん熱愛疑惑。東京神楽坂の赤字神社で行われた今週金曜日スタートのドラマ僕と尻尾と神楽坂の番組発表イベントに主演の嵐相葉雅紀さんが登場しました、はいはい、神楽坂の動物病院を舞台に相葉さん演じる若き獣医が地元の人々や動物との交流を深めていく物語。実際に神楽坂の街中でも撮影が行われていて思いもよらぬ NG があったそうで。お家もこうある中でこうずっと撮影をしなきゃいけなくて何回かやっぱりこう道に出てきちゃってもう一回もう一回っていうのが続いたんですけど、奥様がこう出てこようとした時に僕と広末さんがこうやってる姿を見て奥さんがっていう顔して見てはいけないものを見てしまったみたいな顔をして家に入っていったんですよ。ドラマだよっていうことをちゃんと伝えないといけないことしてると思われてるかなってちょっと思ったことがありました。もうその奥さんは今でもドキドキされてるでしょうね。撮影が俯瞰だったんでカメラマンが遠くにいたんですよ。スタッフもいないし撮影って思われなかったのかなって心配してドラマの撮影ですよ、はい、さあ続いてまいります。続いてこちらですね、はい、2人のおんぶ姿ってどういうこと。嵐の相葉雅紀さん主演今週スタートの金曜ナイトドラマ僕と尻尾と神楽坂のイベントが行われました。撮影では相葉さんが広瀬涼子さんをおんぶするシーンもあったのですが、お家もこうある中でこうずっと撮影をしなきゃいけなくて何回かやっぱりこう道に出てきちゃってもう一回もう一回っていうのが続いたんですけど、奥様がこう出てこようとした時に僕と広瀬さんがこうやってる姿を見て奥さんがっていう顔をして見てはいけないものを見てしまったみたいな。